カメラを一周回せるような。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日の動画は、今までいろいろな小型のジンバル、見えるかな、ちっちゃいねジンバルをいろいろ持って、スマートフォンのジンバルを今まで購入し続けていたんですが、この見えますかね、この大きいこのフェイユテックの AK2000C という超でかい、本当武器みたいなジンバルを購入しましたので、それの作例をメインでちょっとお届けできればと思っております。あとこの α7C の手ブレ補正だけ使った動画と、この AK2000C を使った動画を比べれればと思います。とフェイユテックの AK2000C なんですが、まあ簡単にちょっとどんなものかだけ説明しておきたいんですが、三軸のジンバルのカメラのスタビライザーとなっております。重さ、この本体の重さは1078g で、まあ約1キロですね。結構手には応えます。今までスマホのね、小さいジンバルを使ってきてた自分としては、もう5倍とかの重さになるわけですから、スマホをのけて 500g はいかないんですが、もうカメラと合わせてしまうと、もう 1.5 キロとか2キロとかいってしまうような重さなので、撮影自体はちょっと本気モードとなってしまいますが、かなりブレの少ない映像を撮ることができます。で、この大型のジンバルなんですが、これに乗っけれるカメラの重さの重量というのが 2.2kg、このレンズとかすべて合わせた、合計で 2.2kg まで対応しています。はい、であとは OLED のタッチディスプレイが搭載されていて、パンモードとかロックモードとかが搭載されていて、すべてこちらで、操作が可能です。そうですね、 AK2000C の、いいなと思っているところは、機能面でそのブレが少ないっていうのは、もちろんなんですが、何がかっこいいなと思ったのは、ここの木目調のちょっと色、このライトだと見えにくいかもしれないんですが、この木目調のこの手に持つところ、ハンドルがかっこいいなと個人的には思っております。スマホのジンバルとはほとんど同じで、ロックモードであれば常に同じ方向を向く、でパンモードにすると、横は動きますよと、縦は固定で、パンチルトモードであれば、上に行くときは上に向いて、下に向けると下に、横に向けると横にみたいな感じで追従してくれるような感じになっております。あとはオールフォローモードって言って、もうどこでもこうくねくねする、ちょっとここの使い方はちょっと分かんないですが、いずれ役に立つ時が来るんではないでしょうかと思っております。あと、インセプションモードって言って、カメラを一周回せるようなモードもありますので、ちょっとクリエイティブな映像を撮りたいっていう時には使えるのではないでしょうか。多用するとかなり目が回ってしまうような映像になりかねないので、多用はできませんが、そういった機能もついております。そうしましたら、もうこの説明は置いておいて、この AK2000C と α7C で撮ったあの短い動画なんですが、見ていただければと思います。どうぞ。
ありがとうございます。で、昨例のその α7C の、動画の手ブレ補正だけとこの AK2000C のジンバルを使った映像も見ていただきたいと思います。はい、この α7C の、手ブレ補正ってそこまで効きが強い方ではないとは思うんですが、結構もう足をね膝を曲げて、忍者歩きみたいな感じで、ちょっと下り坂を下っていったんですが、結構ブレが目立つような映像になってしまっております。でちょっとこのAK2000C でも、すり足で歩くような形にはしていたんですが、若干そのブレっていうのは出てしまいますが、その、手ブレ補正だけの場合と比べるとだいぶ少ない印象ではあります。はい、こんな感じでちょっと簡単な、動画にはなってしまったんですが、この AK2000C、2.2 キロ以下の、一眼とかミラーレスで使えるジンバルの紹介をしてみました。レンズがちょっと大きくなればなるほど、重心を取るのが難しくなるんですが、2.2kg なんであまり大きいレンズは詰めないかと思いますが、単焦点の、レンズとかであれば、問題なく使えそうなので、これからちょっと面白い動画を撮っていければと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。ぽい動きをする。大丈夫そう？